しかし東流七の激流を登った播磨の鯉たちは一頭の金色の竜となり遥か天空をも舞い泳いだという。人々はそれを神と崇めたが、やがて思いや理想をたがえた三つの色に割れた。時は流れ、私を嘆く私の声だ。私と私がせめぎ合う夢見る平和は同じはずなのに。さとし私、悟り私、あの空へ帰ろう、金色のあの頃へ。